瞬間見え今日は島市の話題ですスタジオには島市の橋爪正義市長そして島市健康福祉部健康推進課の橋本さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますさてまずは橋爪市長、えー、島市の新型コロナ対策や

えー、進めさせていただいておる状況であります、はい、あと、まああの、このコロナ禍の中で,です、ね、あの非常に、えー、厳しかった市内の事業者の方々への,あの売り上げの向上も含めて市民の方々の,あの消費の喚起も含めてです、ね、プレミアム率100%の島スマイル商品券こういったものも発行させていただいておりまして。はい <laughs> えーまあ、少しでもですねこちらに関しては、えー、3,000円でご購入をしていただいて6,000円分使えるという形になっております。 市民の方々1人1冊購入可能ということで販売は7月30日で終了するんですが利用が7月5日から10月31日まで利用可能となっておりまして非常にこれからの島市の市民の方々の消費喚起に大きく期待をしている状況でありますこういったもので応援をしていくということですね。はいはい そしてワクチン接種についてはいてかがですのワクチン接種のうも今、少しお話をしましたがあの高齢者接種の方はもう終了しまして、えー、16歳以上、64歳以下の方々の接種を進めている状況でありますあの詳しくはあのワクチン接種担当の橋本副参事の方から説明をいただければと思っております、はい、それでは、橋本さんワクチン接種の経緯と現在の状況について改めて教えてください。はい、えー、今年の1月15日に 島市コロナワクチン接種準備チームが設置されて業務に当たっております市長の話にもありましたが6月27日には高齢者の集団接種が終了し現在は歳歳からのの方をを対象とした一般の集団接種を行っています7月22日には1回目の接種が終了しまして現在2回目の接種を行っているところであります。はい 大変スムーズに接種が進んでいるなという印象ですけれども、橋本さんここまでの評価についてはどのように感じてますか。はい、えー、何かですね現場であればですね会場で職員が課題を洗い出して改善策を検討し円滑な接種体制につなげることができました。はい、そして接種が進むと市町こう街にも活気が戻ってきていますか。 そうですね、あの特に6月27日で終了させていただきました、はい、高齢者接種対象者の皆さんにおいてですね、えー、接種終了したらかなり、えーまあ、例えば今まで喫茶店へ行くことが日常であった方々が今までこう少し制限をしていたのが。 あのそういったこう憩いの場に戻ったりとかですね少し町にあの活気が戻ってきたのかなというのは印象としてあります、うんまあ、この調子で集団免疫をつけていけばこう安心につながるということですよね、はい、橋本さん改めて今後の予定を教えていただけますかはい、えー。8月12日には現在行っております一般の集団接種が終了する予定です12歳から15歳の方の接種につきましては 現在、接種希望調査を行っているところです、はい、市長、ワクチン接種を含め今後の新型コロナ対策について改めて思いをお聞かかせいただけますかは志、い、摩、えー、市のワクチン接種に関して志摩、ねえー、市の医師会の皆様、あと、まあ、看護師の皆さん薬剤師会の皆さん含めて多くの関係者の皆さんのご協力のもと、ね、今、現状円滑に進めさせていただいています。 あのワクチン接種がですね志摩市として早く進むということはあの非常に志摩市がえ安全安心で訪れやすい地域ということをご表現させていただく部分にはなるかと思いますがやはりその国県レベルでもですねあのしっかりとワクチン接種を進めていただいてあの集団免疫ができればなと思っておりますし あのまあ、これからそういった形で動くことによって、えー、観光、さまざまな部分でしかしながら基本的なです、ねはい、感染防止対策というのはあのしっかりと行っていただきたいと思っておりますのであの気を緩めることなく、えー、さまざまな対策を進められればなと思ってます、はい、さて、ここからはがらりと話題を変えまして。 島市の夏を彩る郷土食ソウルフードをご紹介していきますコメンテーターの森さん、はい、島市の郷土食何だと思いますか食材の宝庫ですからねまあ的屋の牡蠣にアノリフグアワビ、はいまあ、こういったものなんですけどソウルフードとなれば<え>テコネ寿司に青さじるですかテコネ寿司じゃないんですテコネ寿司も美味しいですけどね実はこちら天草という海藻なんですが これからできるもの。ところてんなんですね。ええ、師あの、志摩市の郷土色ところてんなんですね。はい、そうですね。はい、ね。これ夏の風物詩にもなっているということですが。これ、あの、志の家庭では。ご自身で作られるんですか。 そうですね。あの、うん、今はかなりあのところ点を作るご家庭は少なくなったと思いますが、はい、あの私私まああの我々の世代で言うとですね、ええ、あの非常にこう親しみ深い島の郷土料理になってますし、本当にあのソウルフードと呼べるようなあのものだと思いますね。<ー>はい、そうなんですね。橋本さんも子供の頃から親しみがありますか。そうですね。子供の頃も食べてました。 あ,あ、そうなんですね小さい頃から食べられているソウルフードということですが今回はこのとこ所天の作り方についても市長に教えていただきますよろしくお願いします,しま,すまずはこの天草を使うということなんですよねそうですね、はい、あの、まあ、こちらの少しこう赤みを帯びたこの天草をまず海,海で収穫するんですけど、えー、まあ7月から8月ぐらいに、えー、かけてこの天草を収穫してですねはじ、い、めはこういう このまま乾燥させるとちょっと赤紫色っぽいようなものなんですがこれを水にさらして乾燥させてまた水で洗って乾燥させてで不純物をこう取ったりしながらこういった白い形になるんですそうすると。<ー>はい、で、まあ、その水でさらした部分をこう、まあ、繰り返すとですねでこの形になってこれを2時間ほどですね、はい、水で炊いて。 コストおまあところ点ができるという形になるんですが、ああはい。こうやってこう鍋に入れて炊いていくということなんで、すね。すねこれはあの水で炊くだけで固まるんですか？そうですね。水で炊いて、えー、それをあの一度まああの冷ましてですねで切り取るんです。はい、で切り取ってところ点点付きっていうのでこうついて、はいえー、食べる方まあこうこういう形になるんですけど。 こういうふうに固めて、こう細長くして、さらに道具を使って、切っていくということなんですね。はい、今橋本さんがその道具を持っていただいてますね。はい、これが所点付き。そうですね、これ所点付きになりますね。はい。こう一気に。グッと押して、細長く切れるということなんですね。はい。 そして、えー、そのところてん、今日はスタジオにあります、えー。まずはですね、きな粉をまぶしたもの。そして、えー、ポン酢をかけて薬味を添えたもの。この二種類ということですね。は。こんな風にアレンジできるんですね。うん、そうですね。はい、あの、ところで、本当に、あの、その地域地域で、さまざまな食べ方がありますんで、うん。まあ、あの、非常に、こう、オーソドックスな食べ方の二種類かなと思います。森さん、今、食べられているのは。あの、いただいたんですけどね。はい これ、あの、すっきりして、夏バテ防止、まさに健康推進ですね、これは。ええー、すっきりしてます。森さん、食べられてるのはポン酢。ですかね。そうですねはい。ええ、あ、そうですか。そして、あの、このところてんなんですが、島の地域によって、食べ方が違うということで。橋爪市長、おすすめの食べ方があるそうです、ね。あの、そうなんですよ。実は、あの、私、あの、地元が、島市の大王町出身でして。はい、あの大王町では、あの、私、小さい時から、このところでもですね、だし醤油と。 玉ねぎと唐辛子、ごめんなさい唐辛子ごめんで、えーえー、食べてまして、えー、これをあのお箸一本で食べるという、えー、あのそういう食べ方を小さい時からしてました、ねあ。そうですか。はい、えこれだし醤油と玉ねぎってあのなんかこれだけでもランチになりそうな食べ方ですよね。<laughs> うん、<laughs> そうですね。あの本当にあの 小さい時だとですね、街角で売ってまして、はい、あのおやつ代わりに、うんあの、食べたりしてましたね、へねこうところてんっていうと、これまで酢う酢醤油で食べるイメージでしたけれども、うん、こんな風にきな粉をまぶしたりとか、だし醤油かけたり、ポン酢かけたりって、いろんなアレンジができるっていうのは、驚きですこの志摩市の郷土食としてこう広めていきたいなという思いですか。 そ非常にこう「ところてん」っていうこの食べ方も志摩市の特性があると思いますし「ところてん」というものに関してもで食べ方に関してもそれぞれ志摩市内でもかなりあの食べ方が違いますんで本当にあの「ところてん」という一つの,あのキーワードに対して アプローチの仕方がたくさんありますんで、あの島市に来ていただければあのいくつも楽しめるところ点という一つのキーワードいくつも楽しめる一つの食材だと思いますね。森さんちょっと一本のお箸で食べてみますか。一本ですか。一本でしするんですか。ねこれが島市流の食べ方ですからね。どうですか。確かにこれ玉ねぎが入ってるというのは。はい。なきりのところ点。 目,目が点です、ね、これあ <laughs>、えー、のねなんかあのだ東大に行くところの,あの坂の石段上がってなんかほっと一息っていう感じのまさにこのねスケッチの中に描いていただくようなうあのなかなかね行けますねこれは。でねあえー。 から一望した時のなんかスッキリ感がありますねうん <laughs> まさに島市の食べ方を体現していただきました、はい、はい、ありがとうございますここまで島市の橋爪正義市長そして島市健康推進課の橋本さんにご紹介をいただきましたこの後は島市の地域おこしの取り組みについてご紹介していきます僕たちの未来に 瞬間見え今日は島市の話題ですスタジオには島市の橋爪正義市長にお越しいただいています引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方ご紹介します島市の職員で現在は島市観光協会専務理事の岡田照義さんですよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 さて岡田さんは志摩市が取り組む地域活性化・企業人交流プログラム事業で7月から志摩市に来られ現在は志摩市観光協会の専務理事として業務に携わっていらっしゃるということなんですね。えまず市長 地域活性化企業人交流プログラム事業について教えていただけますか、はい、あの総務省が推奨しております事業で幅広く地域の活性化を踏まえた、まあ、もちろん地域課題を解決するためにですね三大都市圏からの民間企業の方々を志摩、まあ、市へお迎えするという事業になってます。はい、あの島市としてもですね これまでにない新たな手法を持ちながらあの観光誘客を取り組んでいきたいと思っておりますしあの民間の方々のノウハウもしっかりと活用させていただきながら地域の活性化に向けたさまざまな取り組みを進めていければと思っています、はい、今年度はお二人採用されたということでそのお一人が岡田さんということなんですね岡田さん改めてご自身の経歴と島市に来られたきっかけ教えていただけますかはい あの私はあの近畿日本ツーリストに入社いたしまして、えー、それ以来30年近く、えー、教育旅行関連の業務に携わっておりました、まあ、その間にです、ねえー、伊勢志摩地域への観光誘客や志摩、えー、市で開催されるスポーツイベントを担当させていただいたこともございまして志摩、えー、市とのご縁を感じていいいるというとうころでございます、うん、旅行会社にいらっしゃった時から志摩市と交流があったということなんですね。はい 橋爪市長、岡田さんを採用された理由はどんなところでしょうか民間の企業にお目になったときも志摩、ね、市には非常に大き,な大きくご尽力いただいておりまして志摩、はい、市の中身のことをよくご理解いただいているとか志摩、うん、市の強みをあの知ってられるという部分がです、ね、今後の志摩市の観光振興には大きな力をいただけるかなと思っております。はい ね、旅行会社にいらっしゃったこの視点からまた志摩市を見ると新たな魅力が発見できそうですよね。うん、さあ岡田さんはどんなことを行っていいきたいですか、はい、あのこれまではですね、まあ、旅行会社にいたということであの観光客の送り手側という立場でございましたけれども、まあ、今後は、まあ、受け手側で、まあ、おもてなしをする立場ということで、まあ、地域のためにバランスよく観光振興に取り組むことが私のミッションだというふうに考えております。はい さて、伊勢志摩地域は去年、コロナ禍の影響で修学旅行や体験学習ツアーなどが増えたと聞きました。現在の状況はどんな感じでしょうか。はい えー、伊勢島学生団体誘致委員会が、えー、伊勢島地域の各施設へ行いました調査の結果によりますと、えー、この地域全体で受け入れた学生数は、まあ、令和元年で3万4740名でございましたけれども、えー、翌年の令和2年には2.36倍の8万2316名の方をお迎えできたというふうに聞いております。うーん このツアーが増えた要因というのはどういったところからなんですか、はいえー、まあコロナ禍の影響によりまして、えー、県内や近隣の学校様がですね、まあ、方面変更ということで、まあ、近場にシフトをしたということがあの最も大きな要因でございますけれども、まあ、伊勢志摩にはですね 密になりにくい屋外での自然体験を提供する施設が数多く存在することですとか各施設でのこれまでの学生団体の受け入れ実績徹底した新型コロナウイルス対策感染症対策を行っていることも学校様に安心を与えている結果として伊勢志摩を選んでいただけているものと捉えております。うん 森さんこ志摩市のツアーが増えているということですけれども、どのように感じますかす、ね、やっぱり、島のいいところ、魅力の足元再発見ですね、うん、あのサーフィンなんかあの、東京オリンピックでも、ねはい、輝いてましたんでね、<ー>山の男からすると海に憧れますね, <laughs> ねこう海にいらっしゃる森さんも見たいです。ね <laughs>、はい、岡田さん今後 この教育旅行とか一般の観光ツアーを増やしていくにはどんなことが必要だと感じてますか、はい。まあのお客様からはですね、あの伊勢島というまあ一つのエリアとしてまあ捉えて選んでいただいているわけですので、まあ、今までのもそうですけれども、まあこれからもま周辺市町様とのさらなる連携が必要であるとまいうふうにあの捉えております。まあ、そして今まで以上にですね、あの情報発信が重要であると考えておりますので、まあ、積極的に PR 活動をま行っていきたいというふうに考えております。 はい。えー、橋爪市長、あの自然環境とか体験型ツアーという言葉が出てきましたけれども、島市にはそういった魅力がある施設たくさんありますよね。はい。はい、そうですね。うん、あの体験型の施設では、えー、磯体験施設海宝月があります。あのここは磯体験ができるプールがあって海の生き物にも触れ合うことができますし。 味味の味をですね釣ったりその厚手味を干物にしたりですねあとまあテコネ寿司を作ったり様々な体験ができる人気の施設になっています。はい、あとまあ,あのアウトドアとあのアゴアの自然が満喫できる施設として島自然学校があります。ここではシーカヤックやサップなど海の自然を満喫できるマリンスポーツやキャンプなどリアルなアウトドアが楽しめファ,ミリーファミリーにも大変人気の施設になっています。 現在、志摩市では恵まれた自然環境を活用しサイクリングやマリンスポーツといったスポーツ観光の推進や近年再び人気が高まっておりますサーフィンを活用した観光推進にもしっかりと取り組んでまいりたいと思ってます、はい、あの岡田さんの経験や幅広い県庁を生かしていただきながらあの進めていければなと考えています、はい、本当にね、こう潮風を浴びながらすごく気持ちよさそうだなと思いますけれども。うん ね、先ほど森さんの話にもありましたが、サーフィンは東京オリンピックで今注目を集めています。そして市長もなんとサーフィンご趣味なんですよね。はい。はい。はい、少しだけ。<laughs> 森さん波乗り市長ですよ。乗り <laughs> に乗ってますよ。<laughs> <laughs> いやかっこいいですよね。素敵ですね。うん。えー あの山の男森さんはどんな施設が気になりましたかそうですねやっぱりあの今ご紹介いただきましてね新しいことにどんどんチャレンジもされてますけど昔も今も変わらないという島のいいものもですね継承されて、うん、それをやっぱり多くの方にこう伝えていこうという、まあ、こういったところにやっぱりちょっと魅力を感じましたねですからぜひねやっぱりこの三重の良さ海と山との今後連携でねやっぱり観光の着眼をですね これでチェンジしていくようなね、はい、そういったなんか観光を感じましたね、はい、うんそうですね。 岡田さん島市は本当に素晴らしいところですけれども、岡田さんから見た島市の魅力ってどんなところですか。はい、あの島市にはですね、まああの仕事で七年以上、まあ今まで通い詰めさせていただいたんですけれども、まだまだ知らないことが多くてですね、あの新たな発見の毎日を送っていると、まあいうところでございます。あの一度訪れるとまた来たくなるというのが島市の最大の魅力だというふうに思います。はい。 では岡田さん今後の目標を聞かせていただけますか。はい。えー、まあ今後ですね、あのー、ワクチン接種が行き渡りまして、まあ、旅行の気温が徐々に高まっていくものとまあ期待されておりますので、まあその流れにしっかりと乗って誘客の取り組みを行っていきたいというふうに思っております。えー、教育旅行につきましても、えー、引き続き伊勢島へお越しいただけるよう、まあ学生団体誘致委員会を通じまして、えー、周辺島々様と協力をして精力的に誘致活動を続けてまいります。まあ、今まで、えー、の経験 を生かしまして島の皆様のご支援をいただきながらえ、様々な観光振興のお役に立っていきたいと思っております。はい。橋爪市長岡田さんをはじめ企業人交流プログラムへの期待、改めて教えてください。はい、そうですね。あの、やはり民間の方々のですね。あのこれまで培ってきたノウハウをですね。あの、しっかりと活用いただきたいと思ってます。あの、コロナ禍で私たちの取り巻く環境は。は かなり変化をしたと感じています。非常にあの島市においても経済の部分でも観光特に観光水産業ですが、あの厳しい状況が続いております。あのしかしながらですね、この世の中の価値観が大きく変化した部分をですね、あのピンチをチャンスに変えるようなそんな新しい価値観やニーズをしっかりと掘り起こしながらですね、はい、これからの島市を促進をさせていただきたいと思いますし、観光振興水産振興をしっかりと取り組んでいきたいと思っています。はい 本当に島市の魅力がより多くの方に伝わって、より多くの方に来ていただけるといいですよね。はい、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は島市の取り組みを島市の橋爪正義市長と島市観光協会専務理事の岡田照雄さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回の瞬間見えは9月2日木曜日の放送です。伊勢市の話題をお送りします。以上瞬間見えでした。